ね、それこそ私らの業界ではね、身動き取れなくなってるんですよね、みんなね。それはもうしょうがないですよね、本当に。会場は使えないし、人を集めたら怒られるし。だから私の場合は、アリ地獄のようにね、ここで待ってたらお客さんが来てくれて。ありがたいですよね。まあ、さあ、それでね、コンサートをやるんですけども、いい音楽を聴いてね、いい音楽を聴いたらね、右脳が働いて、免疫が強くなるんですよ。ね、いいでしょ、この話。ね、信じた 人には奇跡が起きる。ね、なんかいかがしい宗教みたいなもんですけどね。まあ、まあ、いいです。モーツァルトを聞いたら、モーツァルトが大凶にいい、ね、そういう話もありますから、じゃあまずモーツァルトのピアノソナタ、ね、ここにいいピアノがありますから、ね、その音色を聞いてみてください。ケッヘル311、311って言ったらね、東北の震災の記念の、ね、日ですけどもね、まあ、たまたまですけど311番の2楽章がとても綺麗な曲なんです。では。Thank you.
何歳だと思って聞いていただければいいんですけども、でもね、いろいろやってみたらね、こんなのが一番その効果的なんじゃないかな、いい曲やってみたいと思います。Thank you.
私ね、ピアノが好きでね、もう毎日毎日家でも弾いてるんですよ、ね。だけどね、一番その最初にね、大きな影響を受けたのはそのピアノじゃなかったんですよね。中学1年生の時にね、吉田拓郎さんが出てきてね、ギター拓郎さん知ってるでしょ。年代の近い方は分かると思うんですけどね、その拓郎さん、まあ、でもね、そのピアノもギターも好きだったんですけど、これでご飯が食べられるようになったわけじゃないんですよね。このオカリナという楽器をやったんです。後でこれオカリナを中心にね、いっぱいやっていこうと思います。時間的にはね、8時45分ぐらいまでを、目処にしてですよね、時間配分を考えて、やらないと。あ、もうこんな時間になっちゃってますね。そしたらね、ギターはね、ちょっとも省略、後で YouTube 見てください、ねね。そしたら拓郎さんやってますからね、オカリナをやりたいと思います。これ何がオカリナが素敵だって言ってね、ピアノ、このピアノ、まあご存知だと思いますけど、高いですよね。1個250万円します、ね。1個くださいっていうわけにいかんですよね。1個くださいってね、はい、あちらのレジでお願いします。250万円ですってね。でも、これはいけるんですよ。あ、オカリナ1個ください。はい、どうぞこちらのレジで。1個6000円ですってね。6000円。安いでしょ、ね。さあ、その安い楽器をたまたま十数年前に、やりだしてね。で、まあ、この手軽な楽器なもんだから、友達に頼まれて、老人ホームに行ってくれよ、つってね、妹に、あ、いいよ、つって言って、ふるさと、ね、めちゃくちゃ簡単な曲です。あ、お客様もふるさとで、もしよかったら私の教室に来てください、一日でできるよ、させます。いや、ほんとほんと、嘘だよね、楽譜なんか読めなくたって関係ないですね、カタカナが読めればいいですね。まあ、それは、ふるさとやったらですね、職員さんが、その、車椅子にね、おばあちゃんを座っていただいてね、一丁前に連れてきていただいて、そのふるさとですからね、おばあちゃんを合わせて歌ってくれたわけ。いや、ありがとうねって。そしたらね、それは普通のことじゃなかったのね。職員さんが大騒ぎしてる。なりなしさん、すごいね、すごいねって。あれあれ、それで、あんたちょっとおいでおいでって大騒ぎしてる。だから、まあ、そのおばあちゃんはね、もう相当にもう認知が進んでて、だから本当にもう、歌うなんて言ったらもう奇跡的な反応だったらしいんでね。だから、まあ、こんな安い楽器で簡単な曲をやっただけでね、そんなになんか、まあ、みんなが喜んでくれたっていうのが私としてはめちゃくちゃ嬉しくてね、まあ、それ以来ね、あ、これってなんかいいなっていうことです。さあ、オカリナを吹いていくんですけども、一般的にはカラオケでやってるんですよね。だけど違うんです。今日ここに来てくれたお客様でお金をしてはカラオケじゃないんです。生演奏です、ね。私ピアノ弾くでしょ。私がピアノ伴奏するんです。どうやってやるの。手が2本しかないの。いや、できるんですよ、実は。これ私です。これ座ってもらう、ね、いいじゃん。じゃあどうすんのよ、ね。実はこのピアノがですね、私の仕込んだ伴奏が再現できるんです。自動演奏機能がついてるのね。さあ、じゃあその、この素晴らしい環境でもって、ふるさとをやっていきましょう。まあ、これも一つの弾き語りみたいなものですよね。Thank you.
自慢なんですよ、私ね。いつも思ってたわけ、ピアノでね、ピアノでその、まあ歌は上手じゃないから、そんなにやらないんですけど、ピアノの弾き語りだとか、ギターの弾き語りとか、時々やってるんですけど、オカリナもね、できたら弾き語りみたいなことができたらいいなと思ってたんですよね。手があと2本あったらな、いや、本当に思ってた、本当に。だけどね、どんなに無茶苦茶なことでも思って見るもんですよね。これ私の先輩がね、新徳町の、まあ、医者やってた人がね、いつもこのピアノの調律だけ私新徳町まで遊びに行ってたんですよね。それがね、もう札幌に俺も住むからピアノやるよっつって言って、そのピアノもらったの。このピアノだって100万円で買えるんですよ。めちゃくちゃいいピアノなんですよね。まあそれ連れて、でこのホテルで頼んでちょっと貸してくださいよっつってね、このご厚意に流れてね、こんなにピアノが2台もあるね、素晴らしいですね。そんな環境でやらせていただいているわけですね。それで弾き語りが叶ったということです。さあ、田村正和と申します。まあ、ご想像の通り田村正和さんの偽物ですね。そんなんでね、多少テレビに出たりとかしてたんです。でもね、それがちょっとね、なんかやっぱりご本人にね、承諾を得ないで勝手にやってるのもね、なんでいつかはお会いして、ちょっと偽物でやらせて、やらせてもらってますっていうことを、言おうと思ったんですけど、亡くなってしまいました。残念です。大好きな俳優さんだったんですけどね。さて、まあ、田村さんも亡くなっちゃいました。それから、次にやる曲、北の国からね、田中邦衛さんも亡くなっちゃいましたね。思いを込めて次は北の国からをお送りしたいと思います。Thank you.
素晴らしいお客さんね、手拍子嬉しいですよ本当にね。ここで、ね、コロナが始まる前はね、大体満席になってたんですよ。インバウンドって言うでしょね、インバウンドね、だけどね、いっぱい来りゃいいっていうものじゃないです。なんでかって言ったらね、あそこら辺の人はね、文化が違うんでしょうかね。会議やっぱ会議、ワイワイガヤガヤワイワイガヤだからひどいやついるんですよ。スマホのね、電話をスピーカーフォンで最大の音量にして孫と電話してるバカ野郎って言うんですよまあしかしね、いろんなことありました。でもね、こうやってね、少しでもいいです、ちゃんと聞いてくれたらね、どんだけ嬉しいか。宮川博さん、もう一曲あります。ザ・ピーナッツがヒットさせました、恋のバカンス。一つはコンドルは飛んでいく、ね、これやっぱりオカリナの音色って言ったらコンドルは飛んでいく。それからもう一つは最後には、博士太郎の情熱大陸、あと2曲で、締めくくらせていただきます。それではコンドルは飛んでいく
械がね、実はちょっと古いんです。もう40年ぐらい前の機械なんです。これね、あのお客さん、お、懐かしいでしょ、フロッピーディスクね。これがね、時々読めなくなるんです。そしたら音が止まるんです。で、止まったらね、私最初焦ったんですけども、中では黙って動いてるみたいなんですね。まあ、びっくりさせてすいませんでした。それでは最後、このちょっと特殊なオカリナじゃないと使えません。情熱大陸で、締めくくりたいと思います。Thank you.
お客さん、いいお客さんです。最高。ね、じゃあ、また遊んでください。ありがとうございました。ありがとうございます。